圧倒的な強さで F1 を席巻し、一時代を築き上げたミハエル・シューマッハ在籍時のフェラーリ。しかし、そこに行き着くまでの道のりは険しいものでした。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は1996年のフェラーリやこの年のマシン、F310 のエピソードについて解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。コンストラクターズタイトルは1983年、ドライバーズタイトルに至っては1979年に獲得して以来、タイトルから見放されていたフェラーリは、90年代前半には深刻な低迷も経験。ドライバーとチームの対立、チーム内の責任の押し付け合いなど、崩壊状態に陥り、複数年にわたり勝利から見放されたこともあり、1993年には本格的なチーム再建に着手。ラリー、スポーツカーレースでプジョーをチャンピオンに導き、ナポレオンと称されたジャン・トッドをチームマネージャーに据え、改革を推し進めていったのです。するとトッドは、エンジン、シャーシの開発体制のテコ入れを実施。93年の途中には数々の名車を生み出してきた名デザイナー、ジョン・バーナードを、マシンの設計責任者に任命すると、94年は彼が手掛けたマシンが、チームに4年ぶりの勝利をもたらしていたほか、エンジンでも94年から、時代遅れだった V12 エンジンに代わるエンジンとして、新型 V10 エンジンの開発に着手していました。さらにトッドは就任直後から、チーム再建を担うドライバー人事の改革にも着手していました。トッドは、就任直後の1993年には、マクラーレンから離脱濃厚とされていたアイルトン・セナに、将来的なフェラーリ入りを打診。セナは翌1994年に、待望のチャンピオンチーム、ウィリアムズに移籍した後、悲劇の事故に見舞われたため、この計画が実現することはありませんでしたが、トッドによれば、セナも将来的なフェラーリ移籍に前向きだったといいます。さらに、トッドが目をつけたのが、当時 F1 を代表するトップドライバーに駆け上がっていった、ミハエル・シューマッハでした。ミハエルは94年、ベネトンで初めてドライバーズタイトルを獲得しましたが、当時のベネトンではマシンの不正疑惑や失格騒動などのスキャンダルが相次ぎ、ミハエルがベネトンを離れたがっているという噂が駆け巡っていました。さらに当時、マクラーレンが翌1995年からメルセデスエンジンを搭載することが決まると、メルセデスジュニア出身のミハエルが、ベネトンとの契約が切れる96年に、マクラーレンに移籍するのではないかという憶測が広まっていたのです。そんな中、チーム再建のために強力なドライバーを求めていたフェラーリは、ミハエルの獲得に乗り出すことになります。フェラーリは、マクラーレン、ウィリアムズらと共に、ミハエル争奪戦に名乗り、残留を求めるベネトンも含め、当時のナンバーワンドライバーの獲得をめぐり、トップ4チームが争いを繰り広げたのです。しかし、当時のフェラーリはマシンの戦闘力でベネトン、ウィリアムズに劣っていたほか、メルセデスと提携したマクラーレンのような魅力もなく、4チームの中では最も不利であろうと見られていました。現に、ミハエルも93年から交渉を続け、メルセデスとの提携も実現したマクラーレンへの移籍を、第一候補であると捉えていたのです。しかし、ミハエルが移籍交渉を一任していた彼の個人マネージャー、ウィリー・ウェバーは、ミハエルが移籍するべきチームはマクラーレンではないと判断。ウェバーは、長年チャンピオンを取れていない伝統のチームをミハエルが復活させ、チャンピオンを取ったら、誰も超えられない偉大な存在になる、と考え、ミハエルのフェラーリ行きを決断。大方の予想を覆し、年俸約25億円、ナンバーワン待遇の確約という条件を引き出し、この年2年連続チャンピオンとなったミハエルの、96年からのフェラーリ移籍が決まったのです。95年のシーズン中、ミハエルの加入発表で期待の高まっていたフェラーリは、翌年に向けたマシン開発に着手していました。マシンの設計を手掛けたのはバーナードと、94年からフェラーリに加入していたグスタフ・ブルナー。
フェラーリでは F1 が NA エンジンのみとなった89年以降、一貫して V12 エンジンを採用し続けていましたが、95年限りでの搭載終了が決定済み。96年用マシン F310 は新設計の V10 エンジンを搭載する最初のマシンとして設計が進んでいったのです。開発が想定以上に難航し、完成は遅れたものの、96年初頭にマシンは完成。すると、その個性的なマシンのデザインが大きな衝撃を呼ぶことになりました。F310 は、バーナードらしい特徴的なデザインとなり、フロントノーズはトレンドに反したローノーズ、フロントウィングは1本のステーで吊るされる特徴的なデザインを採用。さらにサイドポッドは、1992年のフェラーリ F92A とよく似た形状を採用し、縦長のダクトに。コクピット脇との隙間を設け、曲面形状にすることで、空気流を意識した設計を取り入れる形となりました。さらに、サイドポッドの仮面もえぐるような形状で、フロアとの間に隙間を設け、空力効果を狙っていました。そしてサスペンションも、バーナードお得意のトーションバー方式を前後で採用。バーナード色が色濃く反映されたマシンとなっていたのです。そしてエンジンは、バーナードが93年のチーム復帰以来熱望していた V10 の TIPO046。94年にフェラーリに加入した後藤治が開発責任者を務めたエンジンは、約750馬力を発生し、パワーは十分。それに加え、V10 への移行によって、エンジンの重量は120キロ以下と、大きく軽量小型化を果たしていました。また96年から、フェラーリは燃料を長年採用したアジップから、シェルに切り替えましたが、これも、エンジン開発には石油会社の強固なパートナーシップが必要、と考えていた後藤が、トッドにシェルを紹介したのがきっかけでした。ドライバー人事の方では、絶対的なナンバーワン待遇となると見られていたミハエルのパートナー選定に注目が集まりました。当初は、前年ドライブしたゲルハルト・ベルガーがナンバーツー待遇を受け入れ、残留するのではないかと見られていましたが、最終的にはミハエルとチームメイトになることを避け、ベネトンへ移籍。チームは、95年にジョーダンで表彰台を獲得するなど、勢いのある走りを見せていたエディ・アーバインを起用し、新加入ドライバー同士のコンビとなったのです。自身の加入、そして V10 搭載1年目となったことから、ミハエルは、96年は準備の年、としながらも、バーナードの独自コンセプトと新エンジン、そしてミハエルのドライビングがどのようにマッチするのか、注目を集めていたのです。こうして、ミハエルを迎えた新体制で復活を目指したフェラーリでしたが、開幕前から問題が露呈します。2月にフィオラノで行われたテストでは、いきなりギアボックストラブルが発生。その後の合同テストでは、やむなく旧型のシャーシを持ち込んだフェラーリでしたが、ここでは新型の V10 エンジンにもトラブルが発生し、いきなり出遅れる形となったのです。このトラブルの多さに、ミハエルもイライラが募ります。表向きには明るく振る舞っていたものの、パドックでは相当フラストレーションを溜めている姿が目撃されていたといい、先行きが不安視されていたのです。さらに、開発やテストの遅れから、アーバイン用の F310 が用意できたのは、開幕直前に。この年のフェラーリは熟成不足のままシーズンインを余儀なくされており、この時点ではミハエルも、マクラーレンではなくフェラーリを選んだその選択を、後悔するような様子があったといいます。そして、シーズンが開幕。開幕戦オーストラリアグランプリでは、アーバインが3位表彰台に上がり、マシンの戦闘力がそれなりにあることを証明したものの、ミハエルはブレーキトラブルを抱え、リタイアに終わるなど、熟成不足が露呈する形に。続く、第2戦ブラジルグランプリではミハエルも移籍後初表彰台となる3位を獲得しますが、開幕前に言われていた通り、チャンピオン争いに加わるのはかなり難しそうな状況でした。フェラーリとミハエルにとって幸いだったのは、彼が抜けたベネトンが苦戦を強いられていたことでした。これにより、この年の F1 はウィリアムズの一強状態となっており、デーモンヒルとジャック・ビルヌーブの2人が開幕から優勝を分け合う展開が続き、ウィリアムズに何かあれば優勝のチャンスが巡ってくる状況だったのです。
するとミハエルは第4戦ヨーロッパグランプリ、第5戦サンマリノグランプリで連続2位に入り、移籍後初優勝が期待される状況に。期待が高まる中、第7戦スペイングランプリを迎えていました。このレースではミハエルはウィリアムズ勢の2台に次ぐ予選3番手からスタート。激しい雨の中スタートで出遅れたものの、驚異のペースで挽回し、序盤早々にトップに立つと、その後もライバルの追い上げを許さない圧倒的なペースで独走。エンジンにトラブルを抱えながらもトップをキープし、見事フェラーリでの初優勝を飾ったのです。ミハエル優勝の歓喜に沸いたチームでしたが、このレースの勝因は雨の中安定した走りを見せたミハエルのドライビングによるものが大きく、トラブルも発生しており、手放しでは喜べない状況でした。ベネトンの低迷により、ランキング2位に位置していたフェラーリでしたが、ウィリアムズとの差は依然大きく、チャンピオンを目指すにはさらなる改善が必須だったのです。そして前半戦を終えたこの頃、 F310 の問題点が浮き彫りに。 F1 ではこの年からコクピットのサイドプロテクターの規制が強化され、プロテクターの位置を高めることが求められていました。一部のチームはレギュレーションをうまく解釈し、プロテクターの脇に垂直のフィンを装着することで高さ規定を満たし、プロテクター自体の高さを抑えて影響を最小限にしていましたが、フェラーリは規定をそのまま反映した高さのプロテクターを採用、空力に悪影響を及ぼしていました。さらにそれをカバーするはずだったバーナード自慢の特徴的な空力デザインは、ナーバスな挙動を生み出す要因となっており、早くも失敗であったことがささやかれていました。さらにこの年から投入した V10 エンジンは第3戦でアップデートされ、よりパワフルになっていましたが、マシンのインダクションポッドは吸気効率が悪く、そのパワーを最大限に発揮できない事態に。ドライバーは少しでも空気を送り込むため、頭を傾けて走行する場面がたびたび見られました。そして開幕前にもトラブルがあったギアボックスの問題は、シーズンが始まっても引き続き発生。この年はカーボン製のスペーサーを組み込んだチタン製ケーシングのギアボックスを新設計し採用していましたが、問題が多発したことから一時旧型を使用せざるを得なくなるなど、苦悩が続いたのです。前半戦を終え、早くも多くの問題点が露呈したフェラーリ。このまま問題が解決しなければ、それまでと同様、たまに優勝するもののチャンピオンは争えないという状況から、脱却することはできないだろうということが、容易に想像がつきました。そこでフェラーリでは徐々に、バーナードコンセプトからの脱却を開始。当時のフェラーリは依然、バーナードがいるイギリスとイタリア、マラネロの2拠点で開発を行っていましたが、トッドは効率の悪いこの開発環境から脱却したいと考えており、ミハエルの加入が決まった時点でバーナードにマラネロでの勤務を打診していました。しかし、自身の本拠で仕事をしたかったバーナードはこれを拒否。バーナードはマラネロ側の技術チームに迎え入れる人材として、ミハエルのベネトンでの成功を支えたロス・ブラウンを推薦するなど助言を行いましたが、自身がイギリスから出ることを拒否していたのです。するとトッドはベネトンからブラウン、さらにはロリー・バーンの引き抜きを画策。ミハエルの強い要望もあり、両者は翌年からフェラーリに加入することになるのです。すると、チームは将来的なバーナードオフィスからの脱却のため、マラネロの新ファクトリーの建設に着手。バーナード依存体制からの脱却に向けた動きが始まっていました。さらに、バーナードの意向が反映された空力の失敗が課題となっていた F310 も、シーズン途中に大幅に改良。当時、マラネロ側の技術チームを束ねていたブルナーの手によりアップデートが施され、ミハエルがフェラーリでの初優勝を飾った翌戦の第8戦カナダグランプリからは、それまでのローノーズから一転、多くのライバルと同じようなハイノーズスタイルで登場したのです。さらに、後半戦では立て続けに改良を実施し、トラブルの多かったギアボックスは素材を見直し、ミハエルの要望もあり6速から7速へ変更。その他リアディフューザー、サスペンションなども改良が施されていき、後半戦が進むにつれて、より戦闘力をつけていったのです。すると、その甲斐もあり、第12戦ベルギーグランプリではミハエルがシーズン2勝目。
ミハエルは続くフェラーリの地元、イタリアグランプリでも優勝し連勝を果たし、ティフォシたちを熱狂させたのです。しかし、新たなパーツを立て続けに投入したことで、信頼性はより不安定なものに。アーバインは第7戦から第14戦まで、実に8戦連続リタイアを喫するなど、マシンは翌年に向けて大きな課題を残したのです。結局、この年のフェラーリはシーズン3勝、コンストラクターズランキングは2位となりましたが、ウィリアムズとはポイントで倍以上の開きがあり、チャンピオンに向けては前途多難。ミハエルは3勝を挙げたことや、ストイックな言動もありチーム内での信頼を確保。彼を中心としたチーム再建が本格的に動き出していましたが、それが実を結ぶまでには、もう少し時間が必要でした。そして、97年には前述の通り、ブラウン、バーンがベネトンから合流。2人が本格的に設計に携わるのは98年のマシンからになりましたが、チームの改革は着々と進行していたのです。いかがだったでしょうか？今回は1996年のフェラーリとこの年のマシン、F310 について解説しました。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。